はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ、サルです。今日はですね、 UFO キャッチャーでちょっとね、また宝石シリーズというか面白いものを取ってきましたので開封していきたいと思います。今回はですね、取ってきたのはこちらになりますね。ですね、真珠の缶詰を取ってきました。後ろを見るとこんな感じで透明になってて、貝がね見れちゃうんですよ。これちょっと開けていこうかなと思います。以前ね、これをね、開封するね、YouTube のね、動画を見て、わあ、面白そうだなー、ちょっと俺もやってみたいな、なんて思いつつ、ちょっとゲームセンターに行ったら、UFO キャッチャーに陳列されてて、1200円ぐらいで取れた。ですよね。よかったっす。で、こちら開けていきまして、どんな真珠が出てくるのかね、非常に楽しみです。早速開けてみましょう。はい、まずね、これがね、なんかヘラみたいなのがついてて、これでね、貝を、開けるみたいです。手でやると怪我するらしいんで気をつけてくださいという注意書きがありました。さあ開けていきましょう。はい、ヘラの方取りました。開けていってみましょう。カパッ、お、中の液体が出てきた。オープン。わお、すごい。匂いはどうなんだろう。磯の匂いするかな。ちょっと化学の匂いがしますね。ホルマリン漬けというかアルコールの匂いがする。さあ取り出していきましょう。こんな感じで入ってます。この間にこのヘラを使って開けていくんだね。手を切らないように気をつけよう。 あれだね、なんかこの液体に触った感じ指が結構スースーする。さあそれでは開けていきましょう。間に入れるっつっても結構入り、あ、これが開きそうだな。結構これなんか厳しい。ああ、入った、入った、入りました。ヘラ入りました。開けますよ。くるっ。結構ね、貝自体は非常に脆い。ひびが入って、すぐ開いちゃいそう。いきます。徐々に、徐々に。お、おーし、いいぞ。こっちが開いた。逆を開けましょう。よし。あ、すごい。アワビみたいな貝のね、輝きが見えてる。これ結構ね、ブラックバスのね、釣りでもね、こういうね、カラーっていうのはね、釣れますからね。よーし、もうバリバリ、なんか知んないけどバリバリ、パカって開かないから、パカって気持ちよく、あ、開きそう、開きそう、いくよ、開きます。さあオープンします。いきます。あ、貝の身がちゃんと入ってる。ちょっと待って、よいしょ、貝の身が入ってる、ちゃんと。すげえ。けどまだ真珠が見えないぞ。ここのちょっと半分取りますね。これ食べれるのかな。いや、ダメだな、食べるもんじゃない。さあこの身をちょっとどかしていきましょうか。あ、硬いものがある。これだ、真珠何か。あ、え、腹の中に入ってるんだ。この貝のお腹の中に入ってるんだ。やばい。ほら、出てきた真珠です。これこれ、ほら、なんだろう、ちょっと楕円形だぞ。丸くない、丸いけどまん丸じゃない、楕円形だ。取り出してみましょう。こんな感じの卵型の真珠が入ってました。これですよ。綺麗だな。これね、なんか布でちゃんと拭き取るとすごい綺麗に光るらしいので、ちょっと拭いてみましょう。はい、今布でよくね、こうやって磨いて見てみます。どうでしょう。綺麗ですね。はい、光り出しましたね。ただやっぱり、ね、宝石としてね、ネックレス等で売ってる真珠は本当にまん丸だけど、これは本当、卵型でちょっと愛らしいような可愛らしさが見受けられるね。はい、てな感じで、真珠の方を取り出してみました。それでは戻りましょう。はい、いかがだったでしょうか。貝を開けて真珠を取り出すという非常にね、貴重な経験をさせていただきました。こちらの真珠缶、UFO キャッチャーの景品でね、こういったものがあるというのはね、素晴らしいことですね。さあ、最後までご視聴ありがとうございました。以上、スペースモンキーズ TV の UFO キャッチャーの景品から真珠を取り出してみました。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもよろしくお願いします。バイ。